はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますけれども、本来だったらね、小津の趣味部屋の美少女フィギュアの方で紹介するようなものだったんですけれども、まあ、あまりにもねちょっとかっこよすぎる感じがあるんで、こちらの総合チャンネルの方でご紹介させていただく運びとなりました。はい、いやね、美少女フィギュアなんですけれど もう見てからにしてかっこいいでしょこれ。もうね、これはこっちでも OK だなと思ってね、萌え系があんま好きじゃない人もね、これはかっこよくてね、欲しくなるんじゃないかなと思ってね、今回はこちらでご紹介させていただきます。はい、まあ、とりあえずね、箱がね、箱の時点でもうかっこいいんですけれども、ぐるりとね一回転させて見ていただきたいと思います。はい、ということでね、箱を回転させてみましたがね、もうめっちゃねこれボリューム感がありそうなんですよ。ディオラマ部分がね結構な造形化されているんで、その分ねボリューム感がねめっちゃあるんですよ。これはね、ブラックロックシューター自体はね、私はあのアニメでしか見たことないんですけれども、まあ、作品自体は知っていましたし、世界観もね結構好きなんですよね。でこのフィギュアを見た時にね、めっちゃかっこいいと思って思わずちょっと予約をしてしまいました。はい、まあ、こちらはね限定販売品なんですけれども、まだ在庫の方はねあると思いますんで、皆さん検索してねちょっと購入検討してみてはいかがでしょうか。とりあえずねこちらは箱からねちょっと出してみましょう。多分ブリスターだと思うんですよね。そこまで持っていきます。はい、箱のねちょっとね蓋を開けましたら、元となったねイラストが描かれてますね。いや、めっちゃかっこいいね。このイラスト自体がすっごいかっこいい。まあ、これをね元にしてフィギュアが作られたということですね。はい、でこちらがブリスターの状態ですね。いや、もうねボリュームがありますね。とりあえずねブリスターも回転させて見ていただきたいと思います。はい、ということでね一回転させてみましたがね、はい、この裏なんですけれども、このようにね、二重底になっていて、まあそこの方のねこのブリスターには武器でしょうかね、パーツとか小物類が、入ってます。はい、でまあやっぱね緩衝材とかねいろいろやっぱ挟まってますね。じゃあ早速フィギュアをね取り出してみたいと思います。その前にね取扱説明書も入ってましたんで紹介させていただきますが、一応ね取り付け方が書かれていますが、多分これは一面だけの印刷だと思うんですけれども、まあ袋から出さなくても組み立てわかるかな。はい、はい、ではねブリスターから取り出しました。まあパーツをね一つ一つチェックしていきましょう。まずはね台座、はい、こちらですね。いや大きいね。手のひらと比べても大きい。もうすでにねここら辺はもう一体化してますね、台座とね。ですでにジオラマもこうくっついてる感じ。これがねまたクリアパーツで綺麗ですね。でここら、これは何だろうね、キューブみたいな感じのブロックなのかな。結構細かいですね。塗装もねグラデーションとかされててね凝ってます。はい、で続いて
はい、こちらもブロックですね、うん、これも取り付ける感じでしょうね。はい、で続いてこちら、うん、これはクリアパーツで、うん、多分支え棒かな、うん、多分結構前傾姿勢なんでね、多分それを支えるためのパーツだと思います。はい、続いてこちら、はい、これは何ですかね、エフェクトなのかな、うん、黒いなんかたなびいてる感じの、うん、多分エフェクトかな、髪の毛か、髪の毛か、うん、結構これね細いですね、先端までねもう造形されてて、で塗装もね黒と紫を使ったグラデーションですね。いや素晴らしい。はい、続いてこちら、はい、思いっきりチェーンですね、鎖、これが武骨な感じでいいですね、うん、まあ、塗装はねパープル、うん、でメタリックが入ってる感じ、うん、とあとブラックのグラデーション、はい、で続いて、はい、刀ですね、うん、刀がついてます。これもねいいですね、まあ、つばがない刀みたいな、うん、かっこいい。これも次がこちら、はい、これがね、まあ、一番印象的じゃないですかね、うん、腕にはめる武器ですよね、多分これねメガバズガランチャーみたいな、そんな感じの、すっげえ、何これ。あ、ここに腕がついてるってことは、うん、なんだろうね、どうやって撃つんだろう。すげえでかい武器、こんなのぶん回せないですよね。いやすげえ、これもねめっちゃなんかめかめかしくてねかっこいいですね。もう男心をくすぐるような武器だと思いますね、これね、かっこいい。続いて肝心のフィギュア見ていきましょう。こちら、はい、もうねこの疾走感あふれる造形めちゃくちゃかっこいい。これはすごいな、うん、このジャケットなのかな、フードついてるしね、うん、それがねめっちゃ躍動感あるね、動きがあってめちゃくちゃ造形が細かい。いやすっげー。でホットパンツですね、うん、でブーツの作りもすごいですね、かっこいいね。で上半身、うん、もうすごい華奢ですね、体がめっちゃ痩せてる、めっちゃ華奢なんですけれども引き締まってる、うん、で胸はねもう小さいですね、うん、まあ、変に大きいより全然いいですね。こういうやつはね逆に小さい方がかっこよく見えますね。でここにね、まあ、分かりますかね、ここにね傷を縫った跡があるんですよね、うん、これも作中のねこのキャラの特徴じゃないですかね。でお顔、はい、顔もめっちゃよくできてるね、まあ、変に美少女してるわけじゃなく、なんかねほんとねかっこいい目つきっていうのかな、うん、で片目はねもうなんでしょうね、これね光ってる、その光の軌跡みたいなのがこうやってね、うん、流れてます、まあ、こういう感じ大好きなんですよね、目が光ってその軌跡がこうやってね光となって流れてる感じ、こういうの大好きなんですよ、うん、めっちゃかっこいいわ、
でね、これね、触ってて気づいたんですけれども、これね、肌触りが半端じゃなくね、気持ちいいですね。これなんて言うんですかね、なんかほんとね、人肌のような、手触り感。めっちゃなんかスベスベしてんのよ。スベスベ加工っていうやつかな。めっちゃなんかね、まあ変ないやらしい気持ちじゃなくて、こういう気持ちいいですね。こういうのは初めてだな。いや、めっちゃいいわ。で、ツインテールね。この髪の毛のツインテールとかもね、この流れるような感じもすごい。先端までね、細く作られていて、めっちゃ細かい。いや、いい。素晴らしい。やっぱこう見てもね、やっぱね、なんかいやらしさが全くないですね。なんかこういうね、水着なのかわかんないけれどもね、まあそういうのをつけて肌面積とか多いんですけれども、全くなんかそういういやらしい感じは受けないですね。むしろかっこいい。これはいいね。ちょっとね、女の子のフィギュアとかに抵抗ある人でもこれなら買ってもいいんじゃないですかね。そんぐらいかっこいいでよ、これ。はい。では早速ね、全部組み立てちゃいたいと思います。はい。完成しました。いや、めっちゃボリュームがすごいね、これね。縦にもでかいし、こう、横にもでかい。とにかくでかい。いやー、すっげーかっこいい、これ。なんかね、いろいろね、なんか情報量もすごいんですよね。ボリュームもね、満点なんだよね。これ一応7分の1スケールなんですけれども、こういうね、ジオラマとかね、そういうのも含めてね、めっちゃボリューム感がすごい。でね、先ほどはね、伝え忘れたんですけれども、このね、バズーカみたいなやつ、こういうね、なんかね、汚れっぽいのがあるんですけれども、最初不良品かと思ったんですけれども、これはこういう、なんか要はウェザリングじゃないけど、汚しみたいな、結構傷とかもそういうのを細かく再現してるんですよね。こういう感じとかね、角度的に分かりやすいですよね。めっちゃ擦り傷みたいなのが再現されてるんですよ。細かーと思って、いやーすごいね。でね、ここのね、刀もね、逆手持ちでね、すごいかっこいいわ。こういう角度とかね、構図的にもすっごいな。どの角度から見てもね、ほんとかっこよさがね、もう衰えないですね。まあ唯一ね、難点を言うのであれば、ここのね、要は補助パーツ、そこのね、ここの支柱との間の穴がね、なかなか入りづらい。ちょっとね、ここのね、噛み合わせとの都合上ね、これ以上が入らないっていうね、本当はもっと奥まで入れなきゃいけないんですけれども、入っていかないですね。まあでも、それでもね、十分支えてあら支えられてるんでね、問題ないかと思います。はい。ということでね、今回はね、まあ美少女フィギュアなんですけれども、めちゃくちゃかっこいいので、こちらのチャンネルで紹介させていただきました。いや、とにかくね、これはぜひね、もう手に取ってね、このかっこよさを感じていただきたい。まあ普通にね、こう、飾っていてもなんかいやらしくないフィギュアなんで、ちょっと美少女フィギュアとかにね、手出しづらかった人もこれならね、十分満足できるんじゃないかと思います。ということでね、とりあえず最後はこのままね、ちょっといつもの背景だとね、収まりきれないボリュームなんで、まあ、このまま回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。一応ね、サブチャンネルの方ではね、美少女フィギュア
開封チャンネルと、あとブラインドグッズ開封チャンネル、そちらの方もね2つ別チャンネルで用意してありますんでね、概要欄から飛んでそちらの方もねチャンネル登録お願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。